今回は英検3級ですよ。はい、英検3級の単語覚えてるのかチェックしますよ。単語をチェックノーマルとハードがあるハードにしますか。 Every Useful おで始まりました。ムチチャンネルです。さあ、それトイックですじゃん。はい、今回は英検3級ですよ。はい。はい、なんだって、トイックの申し込みは別にしてないでしょ。してないです。そう、英検3級。単語帳やってますよっていう。あ、そういうことね。いや、トイックよりも英検のやってくださいよ。はい。で、トイックの単語帳のレベルじゃないから、英検3級って。はい。もっと下。中学レベルですから。はい。そこをなんとかクリアしていただかないといけない。はい。で、まあ、ラッキーなことにというか、まあ、特訓したんですけど、スピーキングが受かりましたと。面接の側は受かったんで、はい、今度はちゃんと一次側を受かんなきゃいけないと。リスニングやってんの？ちょっとリスニングが低すぎたんですけど。リスニングやってください。あれじゃ受かれないよ、はい、1ヶ月ちょっと河合先生ともうリスニングです。トークン、はい、同じパターンばっかりだからリスニングなんて3級なんて。そうしてあと思ったのは単語力が低すぎると。単語問題全然取れてないじゃんっていうことで、はい、それは大問題です。単語分かんなきゃ聞き取れないですから、リスニングも当然取れないということで、英検3級の単語覚えてるのかチェックしますよ。単語をチェックする、そういうことです。単語力ないと話にならないもん。はい、だって中学単語終わったんでしょ。ちゃんとやったんでしょ。やりました。てくださいちゃんと出た単全級揃えましたんで、1級から5級まで。はい、案件ではない。案件じゃないです。はい、そもそも3級の案件なんか誰が見るんだっていう。はい、全く案件ではございません、はい、いつもお世話になってますが、私いつも案件で出しているのは1級と11級です。まずは3級です。2級よりも12級よりも下の3級です。もしできなかったら見てこれ4級5級も用意してますから、いよいよ3級に挑戦していただきます。怖いわ。3級ピンクなんだ。診断テストやってもらいます。はい、出てたはね、はい、いいものですね。別に3級だけじゃなくていろんな級ありますので、ぜひお試しください。さあ言いましょう。診断テスト日ノーマルとハードがある。ハードにしますか。 Order Bring Contact Tired Throw away。 タイヤと、タイヤと出てた。 あなたがいつも間違える。はい、I'm タイヤ。はい、これわかんないです。 Put onHardly Kindly Boil Example Tournament Answer Quick、Tall Every Useful 間違えた。 Clear Close Give offShout at Take pictures Save Tell Perform まあ、結構間違えてます。めっちゃ間違えてるわ。throw away はまあまあまあわかるけど、捨てるね、知らない。throw ってわかるでしょ。だって throw って何ですか。ゆっくり。throw。そう、slow ね。はい。throw は投げるだよ。あ、
このレベルはまあ間違ってもしょうがないかな、熟語だからって思ったんです。何問間違えた？17問正解だから8問間違えてます。Hardly ね、あなたが選んだのはエスペシャリー、特にのやつですね。特にを、Hardly を特に、Hardly を一生懸命とかと間違える人いるけど、クイックめっちゃ悩んでてびっくりした。退屈な選んだからね。悩んだ系だって。クイックは素早いですよ。はい、エブリどの何ね、ワクワクさせる選んだ。エブリ知らないの？エブリデイ。そうそう、そのエブリですよ。まあ、ちょっと衝撃なのはやっぱこっからですね。このユースフォー、ユースフォー幅広い選んでたから。ユース貸すでしょ。ユースは使うだよ。使うか。中学単語身についてないですよ全然。はい、いいですか。でクリアって日本語なってるじゃん。クリアなんて透明、確かに透明になってますね、はい、いやいやいや困ったな。でギブオフね、まあこれはできないかなと思ったけど、はい、まあギブオフはちなみに3級だけじゃなくて、で大学入試も出ます。テルだよ。テル知らないって。キック選んでるか。テル知らないの？テルミーとかわかんないってこと？ああ言われてみれば分かります。衝撃、衝撃の内容でございます。はい、まあいろいろね、データ端はこういうふうに過去どれだけ出題されたとかも見れますんで、はい、ぜひやってみてください。いや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 、もう衝撃、衝撃の内容。はい、本当に中学単語大丈夫なの？ちょっとビビるわ。じゃあはい、4級の診断です。いや、いやビビるわ。ここまで単語知らないとなると衝撃だわ。いきます。バイ。はい、何でしたっけ？バイ知らない。Watch. Language. Hi. Look like. 熟語弱いなやっぱ。Hurry up. あ、時間切れ。あ、そういうのあるんですか。Hurry up. Get home.Heard. Use. Kitchen. Dream. Gym. Nice. Different. Get in.Have a cold. Play. Say. Gift. Barbershop. Book.Longest. Rainy. Longer.5問間違ってます。25問違います。もうさ、まあ似てる look like ね、まあこれは広範囲でもあるから、まあ間違える可能性はあると思ったけどさ、 hard 知らないって here の過去形ですよ。あ、もう use lucky だね。もうさっき俺言ってなかったら正解できてなかったかもしれないし、はい。で barber shop ね、まあ知らないだろうなと思った。美容院、そう barber ってこの髪の毛とかですね。プア知らないってちょっとすいません。ロンゲストね、はい、最も長いですよ。もうマジか。ちょっと4級でも このレベル、5級ですよ次。一番下のレベルでございます。どうぞ。あ、Meet Her.She. Big.
old. On. Out. Come. Think. Page. Hair. Some. Second. Large. Just. Saying. Smile. Swam. Night. Station. Thirsty. Late. Money. 24問ですけど、怪しかったのがいくつかありましたけど、あなた。はい。何を間違えたの？間違えたのサムですね。サムは。ハム知らないってもうやばいでしょ。あとは何？カルスティ分かってたってじゃん。すげえ考えてたじゃん。レイトも良い押そうとしてたしね。もう、はい、ということで。レイトはラテが遅いで覚えてました。ラテが遅い。そんな語呂合わせ。ということで衝撃の結果でございました。これで、まあ、単語のレベルは4級5級ということですね。まだ3級のレベルありません。なので、はい、きちんと。やってください。はい。いやちょっと単語をやっていただくことになりますので、はい、頑張ってください。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.